今のままがいいです。なんだかんだ言っても仲はいい方だと思いますし。あら、いい子ね。私もそう思うわ。え、家族や兄弟って自分では選べないものでしょ。ええ、自分で選んだものしか愛せない人は自分で選んだものも幸せにはできないわよ。お姉さんと仲良くね。はい。シチューは薄味で食べやすかったので食欲はなかったけれど、一皿は綺麗に食べられた。よかったわ。食べておかないと本当にあなたまで倒れかねないもの。なんとか食べるようにします。そうしてちょうだい。医者は私しかいないんだもの。過労で倒れるわけにはいかないのよ。それじゃ、私はネリーの具合を見るから、今夜はお風呂は後でいいわ。他の人にもよろしくね。はい、わかりました。ごちそうさま。ひらひらと手を振ってクレア先生は食堂を出て行った。お皿を台所に届けて先に風呂に入らせてもらう。むちゃくちゃ広いから足が思いっきり伸ばせるのは嬉しいな。これで少しは疲れが取れそうだし。なんせ何一つ解決してないんだから、疲れてる場合じゃないんだよな。日和は行方不明だし、城からは出られないし、ジョージソンは。いきなりサロンで見た光景が異様に鮮明に脳裏に浮かんできてしまって慌てて頭を振る。日和、どこにいるんだろう本当に。早く見つけないと。でないと日和まで。きっともう行ってられないよな。名探偵なんて柄じゃないなんて。誰か残ってるかなと思って見に来てみたら、教授が一人で葉巻をくゆらせていた。おう、一柳君。こんばんは、教授。他の皆さんは部屋ですか？うん、そうだろうな。なあ、君。ジョージのあの姿、どう思うね？え？さっき一度頭から追い出したことをいきなり言われて戸惑う。あれには何か意味があるはずなのだよ。意味ですか？何か思い出しかけたのだが、どうにも何かに引っかかったように出てこなくてな。え？それって見立ての意味なんじゃ。ずっと考えておるのだが、どうしても思い出せん。何だったのか気になるのだが。それは。仕方がない。バンと机を叩いて、教授はいきなり立ち上がった。ひとまず食事だ。そう、日本では腹が減っては礼は払えぬというのだったな。ええ。
なんか勢いに気をされて違いますと言えなかった。あ、そうだ教授、お風呂が空いたので。おう、ありがとう。後のものには私が伝えるから、君は休んでくれたまえ。はい、おやすみなさい。やっぱりいないか。黙って部屋に戻ってるわけないもんな。あれ？パソコンがついてる。昼間に見た時には落ちてたと思ったんだけど。ごめん、ちょっと見るね。なんか辞書みたいなのがあるんだよな。これ使えるかな。ナノサニエ、これをあんたが読んでるってことは、俺とは話ができない状況になってるんじゃねえかと思います。あんたのことだから、さぞかし心配して大変でしょうが、大丈夫ですよ。ナノさん、名探偵なんですから。俺のことは後回しでいいですから、今目の前にある問題を何とかしてやってください。多分それはあんたじゃなきゃできねえんじゃないかと思うんです。これは本当に俺の勘なんですがね。それじゃ、ご分を。日和。追伸。昼でも暗くなることはあるんです。あんまり焦りなさんな。自分がこんなことになるの知ってたのか。だったらなんで先に言ってくれないんだよ。そしたら前みたいにそうならなくて済む方法を考えて止められたかもしれないのに。ご分をじゃないよバカ。席を切ったように悪態が口をついて、ちょっと自分が嫌になる。そんなの言えなかったに決まってるじゃないか。言えることならとっくに相談してくれてるって。何かあったんだ。どうしても話せないような事情があって、危険だって分かってても、なんだろう、何が起きたんだろう。もう一度同じ文章を表示して何度も読み返す。マジで言いわけないだろ。もう一人殺されてるのに、時間なんかいくらあっても足りない。考えなきゃ。早く日和を見つけて、犯人も見つけて、全部終わらせる方法。もう一度読み返して、ふと追伸に目を留める。これってどういう意味だろう。なんか抽象的すぎて、どう解釈していいのかよくわからないな。どうしようかな。少しだけ考えたけれど、パソコンのことと日和のこの伝言は黙っておくことにした。誰が犯人かもわからないんだから。嫌な話だけれど、たとえ話した相手が犯人じゃなくても、人前で話せば誰か違う人が聞いていることだって。喋らないでおこう。パソコンの電源を落として日和の部屋を出る。また？ハユツクさんが廊下の奥に立っていて驚いた。ひょっとして趣味か何かでわざとやってるのか。
ん？何してるんだろう。廊下の突き当たりで、なんだかカチャカチャと音を立てて何かいじっているような。時計？そういえば、あそこに壁掛けの時計があったな。なんで時計なんかいじってるんだ？針をいじってるのかな？なんで？どうやら日付を示す針を倒しているみたいだけど。急にささやき声が聞こえて飛び上がりそうになった。これが軌道、左右に。僕に気づいているわけではなく、独り言のようだ。なんか怖い。怖いけど、何してるのかだけ確かめてみようと、その場に踏みとどまった。おや、おかえり。あ、こんばんは。不意に振り向いたハユツクさんは僕に驚いた様子もなく、普通に挨拶してきた。鍵？手にしていた鍵束を懐にしまうと、スーッと自分の部屋に入っていく。なんだろう、あの鍵束。時計の鍵かな。いじってたのは時計みたいだったし、時計のネジを巻くとか、蓋を開けるための鍵なのかな。けど、なんで？よくわからないな。明日、誰かに時計のこと聞いてみるか。風呂に入って温まったから、割と体はほぐれてるけど、なんか寝つけない。なんでこの部屋、誰かいるような気がしてくるんだろう。誰かが見てるような気がして仕方がない。誰もいないのに。誰か来た。扉をノックするような音がかすかに聞こえた気がする。誰か、います。ベッドから半身を起こして聞いてみたが返事はない。でも、なんかいるような気配が。そーっと布団から抜け出しベッドを降りると、自分の部屋だというのに、足音を殺して扉に近づく。ノブを回し、扉を薄く開く。廊下には誰もいないようだ。気のせいだったかな。ひょいっと顔を出して見回してみた。女性。誰？あの人。クレア先生？じゃ、なかったら。息子を探す母の霊が。慌てて扉を閉めてベッドに駆け込み、布団をかぶる。気のせいだ。あれはクレア先生だ。きっとそうだ。そうに決まってる。幽霊じゃない。
幽霊じゃありませんように。